アーカムプロフィールページはアーカム上のアドレスやエンティティに関する最も重要な情報を表示します。プロフィールの重要な機能とそれらを使って興味深いクリプトエンティティを分析する方法を見てみましょう。プラットフォーム画面上部の検索バーを使用してプロフィールページに移動します。エンティティ名を入力するかアドレスをコピーして貼り付けます。これで検索したプロフィールが表示されます。大手のオンチェーントレーダーグリーンファンドドッドイーサーを見てみましょう。 ここでアーカムはトークンの保有状況、最近のトランザクション、過去のパフォーマンスに関するブロックチェーンデータの概要を表示します。左上にはアドレスとそのアドレスが属するエンティティに関する情報、純資産、ウェブサイトやソーシャルメディアへのリンク、そのアドレスに関連するタグなどが表示されます。 タブのすぐ下にあるのはポートフォリオクアドラントです。これはそのアドレスが a r カム m がサポートするすべてのチェーンにわたって保有しているすべてのトークンのログをその金額と同等のベイドル価値とともに表示します。ホールディングバイチェーンタブをクリックしてこれをチェーンごとに分類して確認したり、a r カム m アーカイブからそのアドレスが過去のある時点で保有していたトークンを確認することもできます。 右側のバランスヒストリーと PNL グラフは時間の経過とともにパフォーマンスを表示し、トランザクションログはこのアドレスが関与する全てのトークントランスファーの完全な記録を表示します。スワップタブではこのアドレスで行われた特定のオンチェーン取引を確認できます。最後に左下のクアドラントには取引所の入出金の概要、またはこのアドレスの上位取引相手のリストが表示されます。 特定のアドレスをさらに詳しく調べたい場合は、右上の青いボタンを使ってビジュアライザーで確認したり、将来のトランザクションのためにアラートを作成したり、トレーサーで資金の流れを追跡したりすることができます。エンティティのプロフィールページやラベルのない5個々のアドレスもご覧いただけます。 またトークンの名前を入力して関連するトークンページを表示することもできます。ここで価格、時価総額、供給量に関する有益な情報を見つけることができます。以下のクアドラントではトップホルダーと取引所のトゥー・フロームを含むトップのオンチェーンフローに関する情報を参照することができます。探偵の皆様が何を見つけるか楽しみにしています。